月に1回ミット打ち、トミットのトレーナー富田です。今日は、サンドバッグを打つときにサンドバッグに対しての、距離ですね、右手と左手で打つときに距離が少し違ってくるので、その辺についてお話ししていきたいと思います。はい、それでは説明していきます。サンドバッグ、ごめんなさい、サンドバッグちょっとないんで、架空の形でサンドバッグあるものとしての、伝え方になってしまうんですけども、申し訳ないです。で、サンドバッグの打ち方なんですけども、打つときにどうしても、例えば普通の練習だとワンツーワンツーっていう形で練習はするんですけれども、当然ミットの時もこの距離で、この距離で当たるような形で打つんですけども、サンドバッグの場合だけそこに止まってあるので、どうしても例えば踏み込んで左が当たって、このここでしっかり当たってたら、次右ストレートしっかり腰を回転して打った場合、ここで当たるんですよね。ここじゃなくてワンツーのここで当たってしまうんですよね。ってなった時にジャブはここでガチッと固めてますよね。で、右ストレートも本来の練習の時は当たるここでガチッて、ここで拳を固めてるんですけど、拳はこの腕をしっかりガチッと固めてるんですけども、これミットの時もそうですね、固めてるんですけども、サンドバッグの時だけここで当たってしまうので、本来まだここだと腕も手首も固めて、拳も固めてない状態で、同じようにこのミットであったりとか、このシャドーボクシングの時と同じように感覚で、これで覚えた感覚でサンドバッグを打ってしまうと、ここで当たるので手首を痛めます。まだ固めてないので。なので、距離が変わってくるので、その辺を、練習の仕方によってちょっと気をつけないといけないんですね。で、例えば右ストレートのこのいわゆるこの状態で強いパンチを打つ、この状態で当たってる状態の、イメージの練習をするのであれば、ここでジャブはあまりどうしてもジャブここの距離で合わせないといけないので、なのでその時はジャブはもう軽くもう距離に当てる程度で、練習に、要はこれがここで伸びきった瞬間に強くか強いのが当たるっていう練習が目的なのであれば、この練習で大丈夫です。ジャブがこれぐらいの距離で、右ストレートをしっかりここで当たる、こういうサンドバッグの仕方感じですかね。ただしっかり踏み込んで、ジャブの距離で打つと、ジャブがしっかり当たる距離で打つとなると、少し今、先ほど説明したように変わってくるので、この時はここで当たってしまうので、この時は結局ここで固めるのではなく、もうここで固める形になります。なので、伸びたところで腕や拳をしっかり固めるのではなくて、イメージ的には常に当たる瞬間で、当たるところですよね。その時によって距離って必ず変わってくるので、ここで当たるのであれば、この距離で当たるのであれば、ここで固める必要がありますし、この距離ならここで固める必要があるし、離れてるとここで固める必要がある。なので距離に応じて固めるタイミングっていうのは変わってくるので、そこを練習、イメージして練習する必要がありますね。サンドバッグ打つときも、各距離によって、しっかり、いきなり強くガンガン打つのではなくて、まず固めるタイミングっていうのをしっかり ここなのか、これをまず軽くでいいんで、タイミングだけ、固めるタイミングだけ掴むために、サンドバッグを打つような練習をするのもいいと思います。そうすることで手首を痛めたりとか、どこか痛めたりすることっていうのはかなり確率が下がるので、
ここで覚えてしまったせいで、ここでガチこの基本通りにきっちりしたことを覚えて、これを通りにきっちりやろうとするとどうしても変わって距離であったりとかタイミングが変わってくるので、その通りにしようとするとやっぱり手首を痛めたりとかするので、距離に応じて当たるところで固めていくっていうのを意識して、練習してみてください。はい、また別の動画で、説明させていただこうと思いますけれども、練習方法ですよね。例えばサンドバッグを打つにしても、まあ、じゃあ今日の練習で今日は6ラウンドサンドバッグを打とうと思った時に、ただやみくもに6ラウンドを打つのではなくて、各ラウンドごととか、例えばこの練習、この目当ての練習のサンドバッグを、2ラウンド、そしてこれをこの目当ての練習を2ラウンド、この目当ての打ち方を2ラウンドっていうのを、で合計6ラウンドとか、目的別の打ち方っていうのを考えて打っていく必要があるんですね。で、例えば今の説明、手首のタイミング、まだ試合云々ではなくて、例えばそのしっかり痛めないような基本的な打ち方をまず身につけるために、例えば最初の2ラウンドは、ゆっくり、その今説明させていただいたみたいに、当たるタイミング、いろんな位置から当たるタイミングで拳を握るっていう練習の打ち方を、例えば2ラウンドなら2ラウンド、3ラウンドなら3ラウンドするとかいう目的を決めて練習する必要があります。で、ここで一石二鳥で、この拳を固める、手首を痛めないように、このタイミングを固めるタイミングを身につけるための練習プラス、これ同時にできる練習なので、これも絶対的な基本の部分で、すごく一番大事なところなので、一緒にできることなんで、それ伝えさせてもらうんですけれども、まずしっかり打たなくて、当たるタイミングだけなので、当たるタイミングでパンチ出すんですけども、そのタイミングで逆の手は必ずしっかり顔にくっつける、当たるっていう形でしっかり当たる方を固める、そして逆の手は顔につける、こういう練習、これを、まあ、これ全然シャドーボクシングの時でもいいんですけど、サンドバッグの時なんかでもしっかりここを意識する、そんな強くガーンと打つのを意識せずに、まず固める距離のタイミング、これでサンドバッグを叩く練習をする、この練習をすると非常にいいです。これを例えば2ラウンドなら2ラウンド続けると、かなり、将来的にも、かなり役に立ちます。でこれ練習方法がおすすめですね。で、例えばその後にその右だけとりあえず強いのを打つタイミングを身につけるなら、その右だけの先のドーンと打つのでもいいですし、それを例えば2ラウンド続けたりとか、で最後はもう体力とかスタミナとか、まあ、ダイエット目的の方なんかは、ね、リズムよく5枚、あんまり強くガーン打つんじゃなくて、最後はもう有酸素運動的な形で打つとか、まあ、いろいろ目的があると思うんですけれども、そういうふうに振り分けていく と、すごく、一度の練習の中で必要な、項目っていうのがクリアしていけるので、すごく効率よく、練習できます。なので、一度試してもらえればいいと思います。当たるタイミングと合わせてしっかり顔につける、これ同時に2つできるので、すごいおすすめの練習法なので、一度試してもらえればと思います。はい、以上、サンドバッグを打つ時の、距離と、サンドバッグの打ち方ですね、打つ時の、拳や腕の固めるタイミングのお話をさせていただきました。なので、距離によって、もう違ってくるので、そこでしっかり腕や拳を固める、いわゆる目標物に当たるタイミングでしっかり固める、当たるタイミングでしっかり固めるっていうのが、大事ですね。ガチッガチッって固めていくって、当たるタイミングで固めるっていうのを
意識して、練習してみてください。以上、サンドバッグの打ち方の説明でした。これからも、ボクシングの、練習方法、いろんな情報を配信していきたいと思っておりますので、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。月に1回、ミット打ち、トミットのトレーナー、富田でした。